ちゃん、お誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。みんなありがとう。ほら、ユミ、プレゼントだ。なになに、開けてもいい？もちろん。うわー、すごい。いいのこれ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミ。ん？実はその、俺からもプレゼントがあるんだが。本当に？ありがとう。その、これなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセー指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。ああ、私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。ありがとう、大事にするね。ああ。そうなんだ。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない？え、そうなの？じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう？指輪か、嬉しいけどそれはちょっと重いかな。え、どういうこと？ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。え、何？誰かそういう人がいるわけ？やだ、違うの、そういうわけじゃないんだけど。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの？え？さあな。じゃあキリュウちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ、別にいいけどさ。おはよう、キリュウちゃん。疲れてたの？ずいぶん寝たわね。うん。錦山くんならもうとっくに、キリュウには負けてられないからなんて言って張り切ってた？そうか。もう4時ね。そろそろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないの？ああ、そうだな。少し開店の準備したらお店閉めて外でお茶でも飲んでくるわ。そういえばユミは？一回家に帰ったわ。もう少ししたら買い出し済ませて私と交代でお店に。そうか。じゃあ。わかった、待ってるわね。
桐生さん、桐生さん。なんだ、田村か。いやちょっと桐生さんに紹介して。青木と言います。実はこいつ、俺が雑誌、ええ、俺が拾った情報を高く買ってくれるんですよ。で、今この町で一番生きがいいのはって聞かれたもんですから。あんまり変なこと言いふらすなよ。はい、わかりました。今後ともよろしくお願いします。ああ、じゃおう、来たか。失礼します。ああ、ご苦労さん。今月分のしのぎです。お納めください。おう。また無茶したんじゃないだろうな。いえ、カズマ、お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいってやつらの集まりなんだからな。桐生なら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって昔は東城下一の殺し屋っつって。柏木。すみません。すまんが外してくれ。へい。しかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。おやっさんがいなけりゃ今の俺はありません。感謝しています。おい、そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのか。いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。ええ、おう。失礼します。桐生さんにお電話が。新次さんからです。俺だ。新次です。レイナさんから兄貴に伝えてくれって。今さっき堂島組長がユミさんさらっていったんです。ユミか。なんで組長に。詳しくは分かりません。でも錦のおじけもそれ聞いて組長のところに。錦が。で、場所は。劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった、すぐに行く。おい、どうした。堂島組長が弓を強引に連れ去ったらしいんです。それで錦が一人で弓を助けに。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね。俺行ってきます。よせ。え、ここでお前まで行ったら三人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。おやっさん、弓と錦は兄弟なんです。俺のだから、今俺が行かねえと。カズマ。
奪った金かい。悪いな。このままじゃ引き下がれないんでね、腕っぷしのいいやつを雇ったよ。生きて帰れると思うな。覚悟しやがれ。組長、キリュウ組長が弓を無理やり、だから撃っちまったんだ。カッとなっちまって何発も何発も。弓おい、しっかりしろ。やっちまった。東商会の大幹部を。錦、弓を連れて逃げろ。何言ってんだ。おめえこそ弓連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。次の手術が最後なんだろう。そんな時お前がいねえで誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。でもお前は行け、錦。弓を頼む。キリュウは行け。